乙骨雄太のスペック化け物すぎない？に対する読者の反応を見ていくぜ。弱体化したって言ってるけど、その状態で改めて特急認定受けてますよね。化け物かな？下等が特急認定されるの見たかったんだけどな。どういう特殊性があったら特急になれるのかよくわからんし。仲間のピンチ以外で本気出せない頼りないやつだし。コピー能力はまだ残ってるんだよね。あれだけで十分すぎる。呪力もおかしいんだろうけど、コピー能力がメインだったとは。術式コピーと底なしの術からを組み合わせると、一応サトルの無限コピーしてても陸眼ないからサトルにはなれないのか。主人公っぽいやつ来たな。リカちゃん自体は普通普通じゃないっぽい伏線はあるの例だからな。あんな化け物になってたのは互いの離れたくないって愛の契約と乙骨側のスーパー呪力の影響。今なら漏れなくミゲルもついてくる。霊の紐で獄門鏡殴ったら封印解けないかな。それ通るならパパクロの剣の方が確実だよね。あれ今どこにあるんだろ。相手と同じ術式を相手より強い出力で撃ってくるやつ。やっぱり乙骨が出てきた時には気持ちいいくらい無双してほしい。主人公は、宿儺はジョーカー中のジョーカーみたいなもんだし、あいつの術式使えるようになったらようやく主人公のターンだろう。乙骨くんは明らかお気に入りっぽいし、ここまで引っ張ってるし、かなり期待していいと思う。領域展開もコピーできるの？肉体と魂に刻まれてるはずの術式がいけるから、まあできなくはなさそう。五条悟にはなれないって言われたけど、そもそもあんなもん望んでなるもんでもなければ増えていいもんじゃねえ。乙骨くんは宿儺復活の時に再登場じゃねえかな。乙骨とボビーオロゴン一緒に行動してるっぽいし、一緒に出てくるのかな。おにぎり先輩の能力コピーして使い捨てできるの強すぎる。脳みその言い方だとコピー能力はリカちゃん依存っぽいけど、どうなんだろう。依存じゃなくて最愛の女性を呪霊として現世に止めるという縛りによって、莫大な呪力を得てる。と思ってるんだあの脳みそ。でも実際には乙骨個人がとんでも人間なので解釈が間違ってる。縛りじゃなくて単に十っただけなんで関係ないんだあれ。リカちゃん解除後の乙骨を知ってるグレートティーチャー五条があの態度だから弱体化したとは思えんしね。ジュグにめっちゃ呪力込めてコピー術式で戦うスタイルめっちゃ強いよなこれ。なんかやんだ顔してるけど大丈夫なのか。霊感でリカちゃんが完全権限するとサトルも命がけになると言ってて、回戦で乙骨のことを言及した時はいずれ自分レベルになる役今は違うと言ってるから、リカちゃんがいる時の力を今出せないだろうことはほぼ確定だよ。でもあのリカちゃんだよ、乙骨くんに悪い虫がつこうとしたら現世に現れそうだぜ。サトルから次世代の自分と思われてるのがヤバすぎ。同じ一族だからってのもあるのかな。乙骨のコピー能力が違ったのか。この術式強すぎね。コピー能力者は見かけ倒しか強能力者かで両極端な印象。肉体の一部取り込みなら犬巻くんの呪ことも。犬巻くんは前にコピーした実績があるから食ったかどうかだと。どうだろう。切れた腕もらったんだろ。コピー能力と即死能力はもう丸々だけ、いやいいじゃんってなるから加減が難しいよね。石氷が推測してるだけで取り込むのが条件かはわからんけどね。まあ何か条件があるんじゃないかな。とは思うがわからんな。乙骨の術式がコピーって明言されたの初かね。術式も強いけどそれを使いこなす乙骨の無尽蔵な術力が規格外すぎる。とりあえず使い勝手の良さそうな術式ゲットだぜ。コピーしたらずっと使えんのかな。自分が術式の対象になるとかの可能性はある。リカちゃんオンしてる間だけだからそれ自体が制約っぽいとこもあんのかな。トゲくんからはちなりがみなりをちょっといただいただけかもしれない。そもそもゼロの時にコピーしたから使えるだけかもだし。リカの術力はそのうち枯渇しちゃうのかな。乙骨がリーゼントになったら注意せよ。ウロさんの空と面の術式講師ともに優れてて強いよね。誰も突っ込まなかったけどさも当たり前のようにジョージ高子が全裸なのは何だったのか。乙骨自力がクソ高い上でこれだからな。これってリーゼントが乙骨に美味しくいただかれたって感じ。ゴキブリの刀もゲットしてそうだな。ゴキソードはお母さんがゴキにあげた呪物だから別じゃない。漆はもう再生できないかな。リカちゃんと並んでマスコット化してほしい。私はユーフトシのキスが好奇だ。バカ目隠しの術式もコピーできそうだけど録眼なしだとあんま意味ないのかな。伏黒の髪の毛食べて乙骨先輩がフルベゆらゆら挑んでみようぜ。コピーした術式で領域展開もできるのかな。マヒトあんだけ分裂しまくってたんだし破片とか落ちてるんじゃないか。触れたら価値系の術式コピーしたらもう無敵じゃんね。
タカコの術式おまけみたいな感じでガーフ攻撃やるのがクソ。その化け物とここまで渡り合った石氷がヤバい。石氷の決着爽やかで好き。魔法術式プラス相手にも使える反転術式プラス膨大な樹力量プラス外付け万能式神。盛りすぎだがとっちらかってるな。そりゃ特急になるわって性能。コピーした術式使えるのはリカちゃん完全権限の間だけでいいんだっけ。ミゲルが教師だから戦闘中のクレバーな立ち回り方も学んでそうだよな。正直見ただけでパクれるくらいあっても別に驚きはないけどな。サトルとゲトウがまず異常な性能だからこのくらい盛らないと特急とは言えないし。肉弾戦まで強くなりやがった。乙骨の圧倒的樹力があってこそ。メガホンなしでも樹骨の反動を恐れず使えるのも。反転術式による回復力とそれを賄う樹力あってのことだしな。呪力もそうだけどコピーした術式を即使いこなすセンスもすごい。これで呪術師としてのキャリアが1年程度とかおかしいだろ。なんたって五条先生ですら16年以上かかった反転と領域を1年でだからな。魔法の行き着く先がどうなるのかは気になるな。ただの才能だと思ってた。固有の術式だったのね。対象の肉体を取り込むというモッドらしい条件も石氷の推察だからな。本当に無条件かもしれんし、乙骨ならそれもあり得る説得力がある。無加減は陸眼がないと本領発揮できないし、呪霊操術は5分経ったら呪霊が解放されるしで、特級術師だけは別格って感じがしていいね。乙骨が使えば大概本元より出力高いくて上位互換になりかねないからひどいわら。てか理論上は五条の術式もコピーできるんだったら最強じゃん。じゃあイタドリをむしゃむしゃしたらどうなんの。ボビは同じだからスクナの術式コピーできるのかな。タカコの術式とか初見で使うの難しそうだけど、あっさり上空にビーム飛ばして戻すとかいうゲートをやってのけてるのがやばい。ただのコピーじゃなく仕様も頭に入ってくるんだとしたら、自分が使わなくても単純に相手の術式への対策にもなる。スクナの指を食べてほしい。コピーは素でもキルが使わないでいたのか、完全リカちゃんと接続してなきゃできないのか、リカちゃんには固有の術式があるのか否かどんな領域かとかいろいろまだまだ解禁できる情報あって嬉しいわ。宣言通り賢弱は乙骨に倒してもらいたい。ブギウギをコピーしたら強そう。リカちゃんいるから入れ替わり対象も宅を増やせるし。術式は家電って例えがあったから一瞬で家電術式を組み立てて使ってたのかと思ってた。指は着用時の理科の権限と、完全権限の差がようわからん。石氷の決着見るに、5分ってリミットは術式使用ごとに秒数で減っていく感じなのか？乙骨の術式自体は理科で、その理科にお化け呪力とコピー能力がくっついてる認識でいいのかな？石氷とウロが心の中で言ってるだけだからな。外付けの術式が魔法、本来の術式が理科じゃないか。つまりコピーではなく死者の呪霊化が乙骨の本質。これガチで5機術式コピーして一人じゃないんだする前振りじゃないの？呪霊操術一本ならともかく今の賢弱は無意点ペン持ってるからな。人間体でマサトみたいに変幻自在にできるかわからないけど、乙骨で勝てるのだろうか。乙骨自身が受けてもあんまり効いてなかった薄らびをさらっと石氷が吐血するレベルで出力してるのエグいよ。やはり樹力量は全てを解決する。まあ慣れや特別な資質がいる術式は違うんだろうけどそれこそ五条の六目無加減みたいな。